昔はさ、何にも気にせずバーッと喋ってたんだけど、最近3時間ぐらい喋ってると、同じぞ、腹筋が疲れてくんの。で、鍛えなきゃいけない。本当に。そう、筋肉が衰えてる。ああ、パンチクラブやってる時はプランクしてたのにな。喫煙後に喉の調子が良くて急に歌い出す加藤純一。なんだ、それぞれの加藤純一のコーナー。それぞれの加藤純一のコーナー。せめてなー、ここが日本だったらなー、超声綺麗。みんなそういう気持ちで戦争を起こしたんだろうな。今俺、点と点が一つに結ばれ始めてる。声綺麗じゃない？めちゃめちゃ宗教を広められてんだけど、宗教なんかに興味はねえんだよ。一旦戻るか。ガンガンガン。クラチ君いますか。帰れよ、気持ち悪いな。宗教なんかに興味ねえんだよ。突っ込んでる。君いたなら、アラセイアラセイちょっと待って。すげえ。おい、なんだこの歌唱力。は？何この歌唱力。やば。君いたなら、アラセイアラセイアゴーラレイみたいな曲流れてるね。声がさ、すげえ出るよ、おい。君いたなら、アラセイ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 
やば。君いたなら、あらせやらせいやー、おーらーれーみたいな曲流れてんね。声がさ、すげえ出るよ、おい。ちょっとやっぱ、もう一度みんなの前で、綺麗な声で歌いたいよ、俺。ねえ。みんなの前で綺麗な声で歌いたい。届けたい。それが最後の願い。